皆さん、こんにちは。30歳でファイアしたゴリモフィエスです。ということで、4月の21日木曜日のクリプト仮想通貨と米国グロース株の英語ニュースとチャートのテーマをおさらいしていきたいと思いますが、昨日言った通りですね、えー、昨日の、まあ、日本時間の深夜ですね、テスラの、えー、決算がありまして、えー、確かですね、3ト以上、えー、予想に対して、えー、アーニングがですね、上回っていて、まあ、かなりの良い Q1 の決算がテスラから出まして、こんな感じですね。 ですから、earning per share 3.22 vs 2.26大体これ41%ぐらいね、情報修正になっていて、レベニュー大体2兆円に対して、まあ実際は1.9兆円ぐらいえあ期待値がされていたということで、まあ、かなりね、良い、めちゃめちゃ良い,い、えー、決算の結果が出,出,出ました。ものすごいあの量の、えー、台数を既にねあの、生産しているので、まあ、ギガベルリンが とギ,ガシャギガテキサスですね。どちらも、えー、先月か今月にあのオープンしてからですね。まあただ、まあフル稼働している状態ではない事態ですでに Q1 だけでまあ 3, 万31万台ですね。はいあの生産したので、これをねかける4倍したら3四十二で120万台余裕で超えますよね。でこれはあギガベロリンとギガテキサスをあまりねフル稼働しない状態で31万台なので、フル稼働した場合には、まあ、 1>, まあ1年間では140万台ぐらいいくんじゃないかなということですね。であとはですね、決算で発表された、まあ、イーロン・マスクにいるスピーチ、もろもろのねあの、解説なんていうのは、まあ、もしかしたら、少々さん、興味があるかと思うんですが、ロボタクシーですねあの、ウィールですね、ハンドルも何もないロボタクシーが2014年に、つまり2年後ですね、 に大量生産されるとで、これのねコストがかなり安くなって、ロボタクシー、前も言った通りですね、あのウィールがなくて、もう完全にあの自分のね駐車場から勝手にどっかに行って、勝手に家に帰ってきて、でそれで利益になるというふうな感じで、まあ日本ではね、あのまだまだウーバーとか、多分法律的にね禁止されてるとかそういうのあると思うんですけれども、イギリスのロンドンで確かウーバーがね2年間分ねライセンスがようやく取ったんですよね。 でそれはロンドンの時は、前は、ね、通っててで、それがバンされて、でもう一回、ね、申請直して、2年分ぐらいのライセンスをもらえたみたいな感じで、やっぱりあのコンサバティブな町とかね、そういう都市ではやっぱり難しいですよね。それはまさに日本がまさにそうですよね。ですから、日本に、ね、ロブタウンし来るかといったら、多分ね、タクシーの運賃を守る。で、日本の人口なんて完全にもう逆ピラミッドですよね。うん。あの年配の人が多すぎる状態。 だから平均年齢多分45とかそれぐらいじゃないですか、45歳ぐらい。ですから、高年齢の人がタクシーの運ゃんやってるから、それを、ね、あの奪ってしまってはいけないっていう国の、ね、そういうい多分政策でロボタクシーなんかの導入っていうのは多分遅れるのではないかなとは思うんですけれども、とはいっても2014年に、ね、ロボタクシーの生産が来ると。であとは、テスラの、えー、オプティマスですね、ロボット。多分あの、メイドとかをリプレイするロボットになると思うんですよね。だから それで例えばクリーニングしてくれたりとかクッキングしたりとか、まあ、そういうことをしてくれるオプテマスっていうロボットも、えーとまあ、テスラ開発中でそれもね2年後ぐらいにはある程度いい,い,いところまで行けるとであとはテスラのサイバートラックも、えー、2023年24年ぐらいには、えー、ようやくねあの開始できると今ねストップしてるんですねそれと一緒でテスラのあのスス あスピードスターじゃなくて、何だ,だっけな、なんとかスターですね、ロードスターも今ね、生産しない状態なので、それがね、始まるという感じになってます。ということで、えー、この決算のね、あの結果を受けて、えー、テスラ株がね、まあ、大した上がってないんですよね、やっぱりそうですよね。これ何か悪いことがあったら思いっきり叩かれるよねっていう状態で、 めちゃめちゃいい決算の結果が出たけれども、まあ、たったこれしか、ね、上がってないということで、やっぱりいかにあのベーコングロース株が、ね、今叩かれているかっていうのが他見ると本当に分かりますよ。えほとんどが、まあ、真っ赤っかですもん。で特に、ね、えすごかったのが、ネットフリックスがさらに、ね、ノーズダイブをして、ここで止まったのがもう一回、ね、ガツンと、つまり250から220まで、ね、もう一回下がったということですね。はい、でえ、ペイパル、マイナス8%で、ね、そこですね、1、2、3、4。 4点攻めで、ドンピシャでここまで来てますね。ここからね、もう一回ね、ストーンとね、この次の底の底に、ね、落ちる可能性もなくはないですけれども、まあ、とりあえず、えー、私がね、以前から言ってたとより、もう一回そこ乗ってくるからっていうふうに言った通りに、まあ、ドンピシャになってきましたね。やっぱなるようになりますね、テクニカルのナウンです、ね。で、ショッピファイマイナス13%ということで、まあこれもね、あの、まあ、そこ,ろそこですね、今そこをドンピシャでタッチしてますから、こう、ドンピシャの510、530ぐらいですね。 ね、もしかしたら400台に一瞬、ね、入ってからまた、ね、反発するんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、いずれにしても、まあ、このグリーンの、ね、サポートラインというのが、あれですよ、COVID が始まる前だったと思うんですね、これ確か。それか、ね、COVID 前ですよ、2020年の2月の13日に570だったのねそこによりも溜っているとすごいですよね。うん、ネットウェルクスに関しては、4年分の利益を吐き出してしまったんですよ、これ。こうやって戻ってみると、 四時間足じゃもう全部見れないので、ワンデーチャート、デイリーチャートで見てみると、これ、何年目以来で2018年の1月以来ですよ。2018年ですよ、皆さん。<laughs> まあ、だからこれはもう、世紀の大暴落みたいなね、うん、ドットコムバブル的な感じだと、もう認定されるんじゃないですかね。この米国ロースに関しては60。70%落ちますからね。 はい、でショッピファイもそんな感じで、でこでじ,ゃあじゃあこれから落ちるのかどうなのかいいうところですよね、今買っていいのかい、それとも待ちなのかいっていうところですけれども、あのまあ、ゴールドマン・サックスによると、まあ、アメリカの,、ね、その経済の衰退、リセッションというのが後退というのが、向こう2年間で、ね、35%ですよと、多分ね今年中には来ないんじゃないかなっていうようなメトリックが出てきているのがちらほら聞かれます。もちろん、ね、インレレストレートーがが上がってるので一番、ね そ,のそれで代金を受けるのがあの住宅ローンですね、猛烈地が今5%なんですって、でそうすると、まあ、新規の、ね、家は買えなくなると、でも過去2年間で、ね、十分、ね、発注は受けているので、それは今のところ問題ないということですね。ですから、まあ、のいくらその何回も言っているように102ですね、10, ですねうん、この10年国債と2年国債の差が0.25でほ,どほぼ、ね、インバートに近い状態で。 まあこれがよくねあのリセッションのフォワードインディケーターで使われたりとか、それとあとあれですねオ,イルオイルの価格がこんだけ上がると、やっぱりそれがインフレになってリセッションもっていうふうになるんですけども、今年の年末までは来ないんじゃないかなというような状態が、大衆という感じでまだから35%ですね。いということで、 それを鑑みて見てみると、まあ、別にリセッションが来たから株が落ちるとかそういうわけではないんですよね。時間のズレがあるの、タイムラグってあるので、実際にはリセッション来る前に例えば大暴落してみたいな感じでね、それもあります。なので、リセッションイコール大暴落とは違うので、まあ、大体同じ時期に来るっていうのはあるんですけどね。ですから、まあ、これね、今ね、別に、うん、この後落ちるよっていうふうなことの可能性もなくはなく、うん、でもそれはね、リセッションあるなしに関係なくね。うん、ということで、 まあまあ、結局は DCA ですね。ドルコストアベレージになるかなと思います。はい、で、その他、まあ、Airbnb とか、それら、まあ、Airbnb ずっとレンジですもんね。はい、で、エンビリア、マイナス3%で、まあ、ボトムのところにいますね。はい、で、まあ、そんな感じですね。JP モルガンとかはね、決算で結構落ちて、そこから回復してきてるっていう状態で、まあ、米株に関しては、今ね、かなり、あのー、美味しいところかなとは思います。 もちろん今後落ちてくる可能性ありますけども、前回ね、前回がちょうど3月の頭にそこをついてたわけですね。で、その時にまだ買ってなかった人は、やっぱりね、今ね、2回目、3回目、4回目のそこを踏んでるので、あのまあ美味しいかなと。まあまあまあ、戻ってくるだろうと思って私は買わなかったわけですよ。まだ、まだ早いなと。だからここで買ってるね、大物の YouTuber いますから、それと同じね、値段で買いたいのであれば、まあね、こういうところでみたいな感じの感はなくはないですね。ということで、 今日のビットコインのね、フィアとグリードインデックスを見てみたいと思いますが、27ということで、まあ28、27のずっと続いているレンジの状態ですよね。で、まあビットコインね、見てみましょうか。で、これがまあ昨日ね、あのフェイクアウトがね、あり得るっていう風に言ってましたよねっていうのが、まあドンピシで当たってね、1回、2回。で、結局3回目も結局フェイクアウトでね、ブライクアウトなくて、で、その後ね、うん、こうやってずるずる上がってきている状態ですよね。 まあ一回こうね、上がって下がってっていうのありましたけども、まあ結果的には、昨日の動画で言ったように、この200日とこのね、下のこのサポートラインの間でレンジを作るのではないかといった通りのまあ動きで、ここからまたどっかにブレイクアウトっていうのはすぐに来るのかっていうと、まあそうじゃないよねって話をしたのが昨日あったと思うんですね。ここからね、次に落ちてくるのか、上に行くのかっていう感じかと思います。とりあえずね、 これ、まあ、しばらく続くのかなっていう感じですよね。ボリンジャーバンド見てもね、ね回こうやってやっ,ぱりやっぱりそうでしたよね、うん。やっぱりボリンジャーバンド見ると、これあの前回も、ね、解説したと思うんですけど、あれですよ逆リバーサルパターンの、ね、フェイクでしたよね。うん、だから この時にやった時ですよね。この時上に突き抜けたと思って下に行かせるっていうのと一緒で、それも言及したと思うんですよ。今回も下に突き抜けたよねって思わせて上に行くんじゃないかっていう可能性を私言及してたので、それがね、プレイアウトして、まあ今の上に行ってると。で、しばらくね、レンジを作って、またね、バンドが狭くなるまで待ちかなと。もしくは、ずるずるとゆっくりとね、上昇していくとかね、下降していくとか、そういうふうになるかと思いますけれども、まあ、いずれね、まだね、もう一回のね、大暴落はあるんじゃないかと、まだ思ってますから、 まあそんな感じです。まあ DCA している方はね、あの27ですからそんなに悪くないですよね、うん。エクストリームフィアではなくてフィアですけども、まあその辺はね、まあいいんじゃないかなということで、はい、そういう状態になってます。ということで、えー、テスラね、アーニングめちゃめちゃ良かったんですが、結局あの株でね、良かったのってテスラぐらいですよ。うん、テスラ以外は本当やっぱボコボコにされて、 るっていう感じですけどでも今回は、ね、別に底、ね、を掘ってるわけじゃないんですよね、そこを、ね、固めている状態なんですよね、ですからそこまで恐怖を持たなくてもいいのかなと、でもねこれは本当に突き抜けちゃったあがつきには、ねまあ、そこの底が来るんですけども、まあ、それもね一応あの想定の範囲内に入れといておいた方がいいかなと思います。 で次ですね、日本円が弱くなってるにですね、129円でだと思うんですが、それ135になるんじゃないかっていうふうに、ウェルズファーグは言っていて、まあ、それの理由としてね、なんでね、アメリカで例えばインフレで7%とかね、言ってるのに、ね、それで弱くなってるはずなのに、日本はね、日本の円もアメリカドルに対して相対的になぜそんなに弱くなってるのかというふうな疑問があると思うんですよ。アメリカドルが弱くなるのは分かると、じゃあ日本円強くなるんじゃないのっていうふうになると思うんですよね、普通。私もそう思うんですよ。 でもなぜかと言うと、まあ、日本は未だに、ね、量的緩和ですよね。政策をやっていて、つまりマーケットに、ね、お金をジャブジャブ入れている状態なので、やっぱり供給量が多ければ多いほどやっぱり価値が落ちてしまうんですよね。でアメリカインフレで価値は、ね、今下がった状態ですけど、これから減らしていくんですよね。その量。コンテンティブタイトニングで量を減らしていくとで。価値がちょっとアメリカドル下がっちゃったから、今度、ね、アメリカドルの供給を減らしていって、 でをすよですから、その動きと逆行して、日本がね、もまあまあ,まあだ、ね、あの量的緩和を、ね、続けるっていうふうになるとその、その意味でね、うん、その供給がね日本、日本円が供給が供給が多すぎた状態で、それを減らしてくれれば、おそらくドルに対してね、日本円が強くなると思うんですけども、その量的ね、うん、引き締めをしないからってことであの、これ、日本円が安くなってるっていうふうに言われてます。 で、日本なんでね、量的引き締めをしないんでしょうかね、うん。別にエンプロイメントレートとか失業率、あとインフレだって2%なんで、まあ、2%いってないところで量的引き締めしてもね、そしたらインフレ、さ、う、ら、ん、に下がっちゃいますよね。てか、インフレ2%以下だから、インフレ2%にしようっていうふうに黒田総裁が言ってたんですよね、確か。うん、2%目標にしたいんですけど、それもね、全然。 あのインンフレーショがが上がらないんですよなぜかというと日本人使わないのでお金を使いたがわらない国民性なのでなかなかねその消費があの促進されず、うん、需要が、ね、戻ってこなくてお金が、ね、インフレしないっていう状態なんですね。でここで量的 <laughs> 引き締めしちゃうとインフレ率が2%に届くどころかマイナスになっちゃう可能性もあるみたいな、ね、多分そういうところなんじゃないですかね。多分量的引き締めをできないのは。 まあまあまあそんな感じで、まあ、私個人的には日本円建てでほとんどお金持ってないので、あまり関係ないので、まあセーフですね、私の場合は。 まあ、ノマドとか、ね、リタイア、ファイアしたい方はですねあのよくあの地理的な、ね、場所とかパスポートとか永住権とかビザとか海外に逃れる、ね、オプションを持ってきましょうという話をしていますけれどもそれと一緒で通貨もですねあのいかにヘッジするかというところが大事になってきますので日本円だけで持っているとやっぱりこういう風になった場合に一、ね、面的に日本円だけが弱くなった場合っていうのはあの資産がね。ねこれ 以前まで105円だったじゃないですか。だから30%日本円が弱くなってるわけですよね。だからルーブルだって40%落ちてるのと同じぐらいに日本円もしょぼくなってるので、ですからあの通貨のヘッジも、ね、あのや,やっておくべきかと思います。まあ、私はドルとユーロ建てなので、あのまあ、そ,んなにそんなにっていうか、まあいぶ全然ないですけど、も、よかったかなと思います。でまあ、ゴールドマン・サックスの話もしまして、 で、最後ですね、YouTube Shutdown Accounts b a Hong Kong's Only Leadership Candidate これまさにね、YouTube ね、Web2 ですよね。Web3 じゃなくて Web2 でまさにセントラライズされていて、セントラライズされている主要なね、機関や会社が恣意的にね、バンクの銀行のアカウントとかね、YouTube、Instagram のアカウントね、シャットダウンできてしまうよっていうのがディセントラライズの逆のセントラライズのねあのデメリットだよっていうのを、えー、と昨日、おとといのね、アニメーション動画で 暗号通貨、仮想通貨って何っていう動画で話したんですよね。でまさにこれですよね。これで、こういうことでね、会社に頼ってしまうから、このアカウントがね、バンされるっていうのがあるので、それを防ぐために、これの銀行版がまさに仮想通貨ですよ。うん、ですから、仮想通貨、DeFi がなぜ必要とされているかというのは、こういうことが根源にあります。 カナダがね、あのー、カナダ人の、えー、仮想通貨のアカウントをね、えー、フリーズしたのと一緒ですよ。そんな、ね、コントロールをガバメントにね、与えたくないってことでディセントラライズで、えー、仮想通貨に、えー、どんどんね、動きが動いていくっていう風な流れが DeFi なので、それはね、えー、今、ものすごい、あのーまあ、役立つ例だったので、ね、紹介しました。で、最後ネットフリックス、70%オフ。4年前に戻ってしまったということでね、まあ、これはあれですね。 あの完全に、まあ、大暴落ですね、うん。大暴落。10年に1回は大暴落来るっていう、それだと思うんですよ。うん、だから、まあ、今こそ買いちゃ買いだと思いますね、実は。うん、ということで、ニュースは以上になります。まあ、ビットコインですけども、まあこの、このままね、少し連ジの中で動くかなと思うので、特にね、何もすることは、注目することはないかなというか。ということで、えー、役立ったなと思ったら、ぜひアルゴリズムのために、LIKE、サブスクコメントの応援よろしくお願いします。